とにかく仕事を再開したかったので、倍率が低いかなと思って小規模保育を選びました。初めての子供だったので、保育園自体が初めてで不安はまああったんですが、あと宿舎が少し狭いのかなっていうような気はしてました。とても目が行き届いていて、先生方一人一人が子どもたち一人一人のことを分かっててくれるので、とても安心しました。最初狭いかなと思った園舎も、低年齢児の少数の保育には十分な大きさでした。のびのびと自分の好きをどんどん伸ばしてほしいです。自分も他人も大事にして、いろんな人と関わって生きてほしいなと。